柳裕也は1イニングで7失点した際に2個上の加藤拓磨捕手に早くボールよこせとぶち切れた。柳は7回まで無失点に抑えたにもかかわらず、野手陣が1点も取らないまま降板し0対4で負けた。この試合では中日ファンから気合を入れろドラゴンズというコールが起こった。柳は9回まで無安打無失点だったが、味方の援護がなく延長戦になり降板した。柳は史上13人目のノーノー未遂となった。柳は登板中に味方打線の援護がなく、直近3試合で22イニング得点がなかった。後半戦の10試合で失点は11点だが、援護はたったの4点であり1勝5敗という結果になっている。